試合目です。お願いします。はじめ、僕はですけど、僕は帽子かぶってますね。緑の帽子かぶってますね。分かりやすい。あ、かわいいのいいですね。赤コーナーのトキワがですね、福岡工大ロコッコ、青コーナーの、ロコッコがですね、ロコッコ芸人高橋ちゃんの選択となっております。はい、あら、考えますし有効ではないですよ。ブレイク両者、トロコ思い切りからだ。まず今の状態、絡んでいたので、私はトルコを脱力を指示しました。ただですね、タイムアウトを行っていない状態で、はい、青はロボットに触ってしまったのでイエローです。はい、イエロー入ってしまいました。じゃあちょっとごめんなさい、話しますね。大丈夫か。よし、次ね、ワニが食べるわけで、はい、止めた後、じゃあ両者も手上がってください。触っちゃったので、そうですね、もう一回、ルールの説明をお願いいたします。いやね、これね、起きる、ついやっちゃうんですよ。であの外国の方とかがご覧の場合、はい、ちょっと分からないんで、はい、ついやっぱり触ってしまうっていうのが出ちゃうんですよ、ね。じゃあ青ワンイエローからのセーフ、赤スイーパー、はじめ、まあ、イエローカードの回数自体はですね、はい、観客にはあまり影響しませんので、ここは気を取り直して頑張ってもらいます。ただ2枚になっちゃうと分かんない。有効ではないです。ワン、ツー、スリー、ファイト。このパンチラの一発ですね。今のはここもフットワークについていけない。ワン、シャッ、ワン、シャッ、ワン、シャッ、ツー、ワン、シャッ。大丈夫ですよ、戻してください。青を戻してくださいね。ダウン中だったので、ワンダウンだけです。じゃあいきます、赤ワンダウンです。ファイト、やめ、タイムアップ。ただいまの、勝負、赤ワンダウン、青ノーダウンワンイエローよって勝者青。